シリーズでお伝えしている都議選注目の選挙区、今日はこちらです。現職2人と新人3人の5人が2つの議席を争う激戦区、荒川区です。各党にとって都議選の勝敗を占う象徴的な選挙区の一つとして注目され、党首も応援に入っています。今回の都議選、大変に私も過去5回の選挙に比べて厳しい、本当に厳しいございます。今私たち自民党、大変地元荒川区区民の皆さんをはじめ、厳しい今声を批判を受けております。現職の2人が危機感を感じているのは、民主党に吹く風のせいだけではありません。荒川区では4年前に比べて人口がおよそ1万人増加しました。南千住駅東口の再開発で塩入周辺のマンションに住み始めた若い世代をどう取り込むかが選挙戦の鍵の一つです。必ず行きます。でも選挙は一応必ず行くようにはしてるので。いや、まだ何も考えてなかったですけど。そうですか。今までは荒川は結構年寄りが多かったから、年寄りと若い子で、ちょっと違くなるかなとは思いますけどね。立候補者たちはこの塩入地区で重点的に遊説を行っています。毎週土曜日1時間半近く周囲については街頭スポット遊説をしてますし、チラシもですね、月1回、配布してますし、それなりの対策は取ってきてます。この半年間、崎山氏は電線の地中化や都電荒川線のホームにベンチを設置するなど、日々の暮らしの充実に徹した取り組みを訴えています。ご覧ください。皆さん、この柳波、二十数年前はまさに空き地、ご覧のような超高層、高層、中層、低層、道路もたっぷり、こういう実績を私は作り上げてきた。他の候補者に言う資格はないのであります。皆さん、鈴木氏は5期の実績を誇ります。コミュニティバスの開通や塩入地区に出産できる総合病院を誘致したと訴えます。不動票の取り込みを狙う民主党も荒川を重点区として、鳩山代表が応援演説で塩入地区に入りました。新銀行東京ストップをさせるためにお力を貸していただきたい。そのために滝口学区を見事に荒川から南千住から当選の力をお与えいただきたいのであります。長年にわたって自民党と公明党が指定席のように議席を分け合ってきた。何としてでも今回私がこの2つの指定席の中に割り込んでいって、議席を獲得していって、荒川区から東京を変えていく。前回の都議選は次点で敗れた滝口氏は区議2年の実績をアピール。3人の子供の父親であることから子育て支援を訴え、不動票の取り込みを狙います。共産党新人の鈴木健一氏も塩入地区を最重要地区として遊説を続けています。やっぱり皆さんが一番感じている保育園が足りないとか、あと学校もですね、とても巨大な学校になってるんで、そういうすし詰め状態の学校を解消するっていうことと、そういう住民の皆さんの声を直接訴えて共感を広げてもらう。鈴木氏は高齢者の医療費の負担軽減や税金の無駄遣いの見直しなどを訴えます。無所属新人で立候補した新銀行東京の元執行役丹治幹雄氏は、旧経営陣として新銀行が経営難になった原因を議会で追及したいと立候補を決めました。どういう目的で、どういう前提条件で、計画を作ったんでしたっけということをですね、もう一度ちゃんとその見直しをすると。都の政策が、都民の生活感覚とか経済実態とすごく乖離をしているような気がしたということですね。手作りのたすきをかけた徒歩遊説で、民間企業での経験を都政に生かしたいと支持を訴えます。
議席の維持に危機感を持つ自民公明の現職に民主共産無所属の新人が挑み、2議席をめぐる熾烈な戦いが繰り広げられています。